北野通りから洋館長屋、英国館北野町、山本通北野町、山本通は兵庫県神戸市にある地区名、伝統的建造物群保存地区の名称。明治大正期に建てられた洋風建築物が数多く残存することから中央区の北野町と山本通り一丁目から山本通り三丁目界隈の地域をこのように一括して呼ぶことがある。別称。 異人館通り、北野町及び山本通海隈には、明治20年代から大正期にかけて建設された洋風住宅が多数残り、それらが和風住宅と混在して、調和の取れた街並みを形成している。神戸市は文化財保護法及び神戸市都市景観条例に基づき、こうした伝統的建造物群が集中して残る。 東西約750メートル、南北約400メートルの地区を伝統的建造物群保存地区に定めた。当該保存地区は1980年に神戸市北野町山本通伝統的建造物群保存地区の名称で国の重要伝統的建造物群保存地区として選定された。種別港町としては全国初の選定である。保存地区内では 洋風建築物34棟、和風建築物7棟等が伝統的建造物として特定され、保存措置が講じられている。江戸幕府は1858年、アメリカと結んだ日米修好通商条約なども、各国と安政の5カ国条約を締結し、函館、新潟、神奈川、兵庫、長崎の5カ所の港を開くことになった。条約では、開港地には、 外国人居留地を設けることが義務付けられ、兵庫では近くの神戸村の海岸沿いの地区が居留地と定められた。しかし、この居留地の整備が思うように進まなかったことから、周辺地区にも外国人住宅の建設が進められた。外国人居留地の北方、六甲山麓に位置する北野町、山本2はそうした地区の一つである。神戸の中心部である。 商工業地域とはやや離れており、また外国人居住区ということで、神戸大空襲の対象とされなかったことが幸いし、樽見区のジェームス山などと並んで、戦前の神戸の優雅な雰囲気を残す希少な街並みとなっている。山本通りから、手前急ハンセル亭選定内容については、重要伝統的建造物群保存地区を参照。ありがとうございます。